川内宏君。はい、川内でございます。委員長、今日も発言の機会をいただきましてありがとうございます。大臣以下、政務の皆さん、役所の皆さん、よろしくお願いいたします。私も西村議員にですね、引き続いてこの、日雇い派遣看護師問題、規制改革の問題、規制改革のあり方についてですね、議論をさせていただこうというふうに思います。大臣から先ほどご発言として、いろいろな方がいろいろなことを言われると、この国は自由の国なんだからとおっしゃいました。私も自由だと思います、いろんな発言は。で、まあ、規制というのは必要だから置かれているわけで、その規制を改革するあるいは緩和するにあたっては正当な理由、そしてまたその民主的なプロセス、手続き、公正性、透明性というものが問われるんだろうというふうに思うんですよね。その プロセスについて疑義が生じている本件については生じているわけで、その説明責任をしっかり政府は果たさなければならないというふうに思うんですけれども、まあスーパーナースという会社の代表者の方であった滝口進さんというのは、繰り返しこの委員会でも申し上げておりますけれども、規制改革会議の専門委員、内閣総理大臣が任命する専門委員でいらっしゃったと。そのスーパーナースを率いる、このスーパーナースというのは日雇い、派遣看護師、看護師派遣のお会社ですけれども、その竹口さんのお会社の方々が NPO 法人を設立をされて、規制改革ホットラインに日雇い派遣看護師を解禁してくださいということで要望を挙げられて、そしてこの4月1日からですね、解禁されたということなんです。で、この NPO 法人日本日雇い派遣看護師協会の実態について疑義がまず呈されているわけですけれども、まずですね、内閣府の NPO 法担当の方にですね、NPO 法第6条の住所の条文とですね、その住所とは何ぞやということを定義を教えていただきたいと思います。海老原内閣府大臣官房審議官。お答えいたします。特定非営利活動法人法におきましては、特定非営利活動法人の住所はその主たる事務所の所在地にあるものとすると書いております。で、この主たる事務所でありますが、同法上はこれを特段定義した規定はございません。ただ解説本、解説特定非営利活動法人制度、これは商務法人という会社から2013年に出ているものでありますが、この書籍におきましては事務所とは法律上は明確に規定されていませんが、一般に事業活動の中心である一定の場所を言い、すなわち法人の代表権あるいは少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所であり、かつその場所で継続的に業務が行われる場所を言いますと記載されております。川内宏君。まあ、事務所とはその継続的に業務が行われる場所であると、意思決定が行われる場所であるということだということですが、この、NPO 法人から参議院の厚生労働委員会理事会に対してですね、その住所の実態等について、疑義があるのでいろんなことを教えてくださいねということで、問い合わせをし、内閣府の規制改革推進室に、戻ってきた質問状に関する回答という文書の中にですね、このようにあります。 NPO 法人に郵便物を郵送いただいたり、あるいは電話やメールをいただきますと、この事務所を通じて必ず NPO 法人事務局につながることになっておりますと。その住所はまあ支所箱みたいなもんで、別途の事務局に、その郵送物などは転送されますよということでですね、まあ、
住所に、まあ、実態がないということを自らおっしゃっていらっしゃるわけです。で、さらに、昨日かおとといですね、厚生労働委員会、参議院の厚生労働委員会からさら問いをさせていただいて、この NPO 法人からお手紙が戻ってきていると、回答が戻ってきているということでございますけれども、その中にですね、まあ、いろんな呈されている疑義については、適法化いたしますと、適法化いたしますと、要するに、まあ、法に反しているのではないかと、反しているとは言いませんよ、反しているとは言ってませんよ、法に反しているのではないかと思われる部分については、適法化いたしますというような記述があるというふうに聞いておりますが、事実ですか。彦谷内閣府規制改革推進室次長。お答えいたします。参議院厚生労働委員会理事会の要請を受けて、当該法人に質問に対する回答の提出を依頼し、当該理事会に回答を提出いたしました。このご提出いたしました文書についてのご質問かと思います。ただいずれにいたしましても内閣府としては当該法人の実態等について調査する権限もなく、お答えする立場にはないものと考えております。この本件文書につきましては参議院厚生労働委員会理事会での取り扱い事項となっているものと承知しております。川内博史君。委員長、私ですね、抗議いたします。いやしくもですね、私がただ単にその回答書の中に適法化いたしますという文言がありますかということを聞いてるだけなんですよね。それについて、いずれにいたしましてもって答えないわけですよ。その文書は、文書の宛先は内閣府規制改革推進室御中になっておりますでしょ。文書の宛先は、回答書の宛先は。彦谷内閣府規制改革推進室次長。お答えいたします。ただいまの文書につきましては、今申し上げたとおり、参議院厚生労働委員会理事会に提出した文書でございます。その文書については、現時点についてはお答えするのは差し控えさせていただきます。意味は分かんないけどもう一度、川内。もう一度答弁をお願いいたします。こんな回答を許してたのに。もう一度答弁をお願いいたします。彦谷内閣府規制改革推進室次長。内閣府、彦谷内閣府規制改革推進室次長。お答えいたします。参議院厚生労働委員会でお答えしてますように、4月20日でございますけれども、規制改革推進室としては、NPO 法人日本派遣看護師協会の実態や、活動内容等について承知ないし確認する立場にはございません。また当室として NPO 法人に対して調査を行う権限を有しているわけではございません。その上で今般、本委員会の理事会からご要請がありましたことから、理事会協議事項の内容を当該法人にお伝えし、回答を依頼するとともに、回答を理事会に提出させていただく旨をお伝えしております。当該法人から回答がございましたら、理事会にご報告させていただきますと答弁したところでございます。川内博史君。よろしいですか。はい、川内博史君。この内閣府規制改革推進室御中で、回答書が来てますよねと、内閣府規制改革推進室御中で回答書が来てますよねということを私聞いてるだけですよ。彦谷内閣府規制改革推進室次長。お
お答えいたします。そういう形で回答いただいているところでございます。川内博史君で、その内閣府が内閣府が入手した文書は行政文書です。公文書管理法上、その文書に適法化いたしますという文言がありますかということを聞いているだけです。事実関係を確認している委員長、事実関係確認しているだけですからね。私ちゃんと答弁しなさいと、事実を述べなさいというふうに委員長から命じてください。指名じゃなくて何々君答えなさいと命じてください。小谷内閣府規制改革推進室次長、答弁お願いします。お答えいたします。いただきました文書には法人の情報等もございます。個人情報保護、情報公開法の趣旨に従って対応するのが適正な取り扱いかと思っているところでございます。お答えは差し控えさせていただきます。委員長、川内博君全く答弁になってないでしょ。だから個人情報について答えてくださいなんて言ってないですよ私ね。委員長ね、分かっていただけますよね。個人情報を言ってくださいなんて言ってないですよ。その文書に適法化いたしますという下りがありますよねということを確認してるだけなんですよ。はい、質問にお答えをお願いいたします。すいません、彦谷内閣府規制改革推進室次長、質問に対しての答弁をお願いいたします。お答えいたします。個人情報保護ということではなく、情報公開法の趣旨に準じて、公開するかどうかということが判断されるところでございます。法人の情報でもございますので、その趣旨に従ってお答えは差し控えさせていただきます。川内博史君、情報公開法の趣旨とは。彦谷内閣府規制改革推進室次長、ちょっと整理してるんで、じゃあ訴求を止めてください。訴求を起こしてください。川内博史君、川内博史君すいません、彦谷内閣府規制改革推進室次長、すいません。お答えいたします。情報公開法、情報公開法の第5条、第5条第2号でございますね。法人その他の団体に関する情報、または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるものということで、公にすることにより当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位、その他正当な利害利益を害する恐れのあるものと、こういった情報に該当するかどうということをしっかりと精査する必要があると思っております。川内博史君、法人に確認されましたか。 NPO 法人にこの部分を公表すると困りますかということを確認されましたか。彦谷内閣府規制改革推進室次長、お答えいたします。その点について明確な確認は取っておりません。川内博史君、じゃあ確認してですね、このスーパーナースをお作りになられたですね、竹口進さんは、マスコミの取材に対してですね、このように答えていらっしゃいます。内閣府にもきちんと資料を出して、認可の経緯を説明してほしいと、木で鼻をくくった答弁や、黒塗りの資料では、いかにも怪しいと思われてしまいますと、ご自分でおっしゃってるんですよ、竹口さんが。全部出せばいいのにと。だからこの前私も言いましたよね、
当事者が規制改革要望をすることは現在法律では禁じられていないと。だから別に違法でも何でもないですよねと。だけどもさっき申し上げたようにね、大臣ね、当事者が規制改革要望をして、そして、元委員だった方がの利益と相反するというようなことが疑われるようなことがあったらですね、それは国民から見て公正性とか透明性に疑義が生じるので、その部分については規制改革をちょっと見直した方がいいんじゃないでしょうかと。すなわち例えば国家戦略特区には利益相反はダメよということが明確に書いてあるわけです。特区法に利益相反ダメですよって書いてある。規制改革は書いてないんです。書いてないから元委員だった人が NPO 法人作って、規制改革要望して、みんな友達じゃないですか。規制改革側は元委員なんだから。そうするとその要望が通っちゃうということで、それは結果としてね、いいことか悪いことか別です。結果は別。さっき大臣がおっしゃったね、業務管理とかあるいは雇用管理の点から見てどうだったかとかいうのはまた別な問題として、手続きとしての公正性とか透明性に疑義が生じるので、それはちょっと改める方向で政府の部内でも検討した方がいいよねということを、まあ、私は申し上げているわけでございまして、大臣、この部分についてはお、そうだねと、川内の言う通りだねと思いません？思いません？田村厚生労働大臣、大臣としての感想を言えばいいから。いずれにしてもしっかりと答弁してもらわないとですね、委員会が止まりますので大変迷惑でございます。しっかり答弁してもらいたいというふうに思います。川内博史君。大臣からですね、しっかりと答弁、せよということをですね、ご指示があったわけですけど、次長ですね、このお手紙の中にある、この NPO 法人が設立の時に某看護師人材派遣企業に協力をしてもらったという、この某看護師人材派遣企業というのはスーパーナースのことで、よろしいですか。彦谷内閣府規制改革推進室次長。お答えいたします。この文書につきましては参議院厚生労働委員会理事会の要請を受けて、法人に対する質問を取りまとめて、理事会に提出したものでございます。先方には理事会に提出するということについては合意をいただいておりますけれども、一般に公開するということについては合意をいただいてないところでございます。そういう文書の性格から、こちらの文書については現在参議院厚生労働委員会理事会において取り扱いを検討するとされているところと承知しております。当方としてお答えすることにはまいりません。川内博史君。参議院厚生労働委員会限りであるというのは理事会で合意されてるんですか。少なくとも我々にはそんな話は一切ないですよ。じゃあ我々の理事がその約束を破って私に見せてくれたっていうんですか。我々がルールを破ったっておっしゃるんですか。いやいや、今言ったじゃん、参議院厚生労働委員会理事会でとおっしゃったじゃないですか。彦谷内閣府規制改革推進室次長。訂正いたします。参議院厚生労働委員会理事会ではなく理事懇談会でございます。ちょっと、じゃあ即興止めます。すいません。
てください。この際、暫時休憩といたします。